いや、でもね、こういうね、今ネットの中で、やっぱり嘘をつく人がめちゃくちゃ多いんですよ。ね。さっき聞いて分かるように、僕が嘘をついてるなら、とっくに捕まってるし、警察にも呼ばれてるでしょ。その通り！こんなに目立ってるんだから。でも、彼らは、立花がデマとか嘘つきしか言いようがないんですよ。必死なんですよ。それを言えば僕がビビって立候補やめるとか思ってるんですよね。むしろ僕からしたらもう油、オイルですよ。ブーストかけてくれてるから。かかってこいしか思えへんよね。そらそうやんか。あんだけ斉藤さんのフォローして、完璧にやったじゃん。合法的にね。合法的にフォローしたの。それを、あれは2馬力選挙です。高速選挙違反です。とか言って、ちゃんと頭悪いから聞けないのよ。村上総務大臣が国会でこう答えてるんですよ。一般的な話として選挙の時に他の候補者を応援、まあ応援するとか選挙運動ね、他者の応援をする行為、選挙運動をする行為はそれは公職選挙違反って言ってるんです。つまり私は他候補の選挙運動をしてないんですよ。で、選挙運動って何ですかって言ったら、誰々に投票してくださいなんですよ。これがもし違うんだったら、じゃあ蓮舫さんの6月2日にやった7月7日の七夕、蓮舫は出馬して頑張ります、応援してください、今度は思いっきり選挙運動じゃん。自分が応援してる蓮舫さんはよくて、俺はあかんって人たちなの。この人たちのトップにいる人はね、蓮舫さんが負けて髪の毛うわ守りとるんですよ、こうやって。あ、そうそうそう、今日一つね、あと1時までなんで、お土産を皆さんに、せっかくね聞いていただいてるんで、お土産を持って帰ってもらおう思って、バツポーズにした菅野保君って人がいるんです。この人たちにお金半分出してあげるって今日も書いて出した人、5000円のスーパーチャット出してる人ね、立憲民主党の石垣典子参議院議員の、まあ秘書っていうか愛人ですね、浮気してた人ですよ。で、この人がね、まあ僕のことをやたら叩くんですけど、今日いい話はね、なんと県民局長にね、パソコンの中身をね僕に教えてくれた人、この人はなんと、大事なとこやからここ聞きや、君たちのトップやで、なんと菅野保くんところにパソコンの中身を見ませんかって言いに行ったんですって。でしょ、菅野保くんは真実を教えてあげるって言ってるのに、いらないって言ったんですって。真実ですからね、ちゃんと LINE 残ってます。まあ皆さんにさすがその LINE を見せることはできないですけど、まあどっか隠したら見せれるかもわかりませんが、このようにね、僕の話を信じるかどう信じるかですよ。菅野君聞いてみたらいいじゃん。こうやって嘘つきって言うんですよ、根拠もなく。信じてるぞ。もちろんもちろん。要はね、僕これまでも言ってますけど、そのパソコンの中身を持ってきてくれた人は、最初に私は稲村和美さんに投票しましたって言ったんです。ちゃんと兵庫県の職員の身分証明書も見せてくれました。そして週刊文春にも、そして菅野保さんにも情報を持っていきました。文春は中身を見ない、菅野保くんはインデックスすら見ないんです。こうやってね、ほら誰からもらったって言ってるよね、これ犯人探しやからね。やってるよね。もう語るに落ちるとこうなのよ。あなたたちが内部告発者の犯人探しをしたらダメって言ってたじゃん。もう語るに落ちる人たちなのよ。だからそうやって菅野くんは見させてあげるって言ってるのに見ないんですよ。知ってるからでしょ。そこには不倫の情報とか入ってるから。僕が見たのはパソコンのデータの中の一部ですからね、全部じゃないです。例の7人の不倫の問題について、これは僕は別のルートから聞いていますから、そこに関してこのパソコンの中になかったからといって7人じゃないっていうことですから、この辺もね間違って彼らは一生懸命言ってるんですよ。これのことを何て言うかっていうと、負け惜しみって言うんですね。もう選挙では負けて、こうやって弁論でも負けて、 YouTube の再生回数でも負けて、かわいそうやけどね。だからこうやって選挙の話、これ市長選の話やからね、
おもろいでしょいや、そうじゃ、面白いから、みんな寒い中聞いてくれてるんでしょ。危ないぞ。ありがとうございます。こういうことができる人が市長になると、集まってくるんですって人が。真面目に言うのは誰でもできます。ところが、真面目なことを面白おかしく言うと、こういう変な人たちが集まってくるけども、それでも負けずにやる人は、ちゃんと商品が売れます。企業も来ます。経済が回ります。その通り！ね。そのプラスを持ってる人たちも、ちゃんと泉を移しないで、ご飯食べたり、なんか買い物してから行ってや。経済回していってや。泉大津の駅前使って騒いでんねやから、ちゃんと買い物するなりしてね、経済回していってよ。兵庫県おもちゃに茂上がって許さんの人めっちゃおもろいよね。兵庫県おもちゃにはしてないんだけどね。兵庫県おもちゃにするってどういう意味なんやろね。立花隆は懲役2年6月の犯罪者、俺自分で言ってるやん。執行猶予あるぞ。執行猶予4年やって言ってるでしょ。その理由も説明してるじゃん。 NHK と戦ったらこんなことになりました。でも執行猶予がついてるんだから、こうやって選挙も出れるように法律の下でやってるんじゃん。立花隆は泉大津の恥、君泉大津の人ちゃうんか。泉大津じゃないの、君泉大津の人じゃないの。ああいうプラカードを持つ人の方が泉大津の迷惑。その通り。おもろいでしょ。なんかちなみにマイナスにマイナスをかけたら大きなプラスになるんですよ。マイナスにプラスをちょっとずつ足してもあんまり大したプラスにならんけど、こういうマイナスにドーンとマイナスかけたら大きなプラスになるんですよ。これが僕がね、選挙の天才って言われるゆえんなんですよ。僕が言ったんじゃないですからね。僕が選挙の天才って言ったんじゃないですよ。選挙の神様の藤川さんっていう人が僕のことを選挙の天才って言ったんです。あのワイドナショーで今田耕司さんに、藤川さん、立花さんのことどう思いますかって言ったら、あの人は選挙の天才って言ったんです。全部カットです。全部カットよ。要はそうやってテレビは都合のあるとこカットするんです。でもね、今あの藤川さん、選挙の神様と選挙の天才が今コラボしてますから。ちなみに藤川さんのことを最後にちょっとお話しして、この後握手に参りたいと思いますが、藤川さんっていうのはもともと田中角栄の頃からの政治家です。もともと大阪市議会議員を2期されて、その後田中角栄とか後藤田さんが官房長官の時にね、そういう時に政治の世界をやってた人で、ずっと自民党の選挙の応援をしてた人です。で、その後10年ほど前に維新の方に、まあ、乗り換えてというか、自民党をしっかりさせるために維新の参謀を10年ぐらいやってたんです。で、その後今年ですね、あの東京の都知事選挙で石丸伸二さんを応援された人です。で、その藤川さんが今月2日やったかな、田島さん一緒にやりましょうっていう状況なんですよ。だって2人でコラボ出てるでしょ。僕は別に選挙をおもちゃにしようとか政治で遊ぼうなんて思ってないから。まず政治に一番大事なものは何か、それは弱者に対していたわる心、弱者を守るためにやるんですよ政治って。僕はありがとうって言われたらめっちゃ嬉しいです。ありがとうって言われたら嬉しいから政治家に向いてると思います。自分で政治の力福祉なんかなくても生きていける人は全然いいんですよ。じゃあ弱者を守るためにはしっかり稼いでこなきゃいけないんです。どんなに綺麗事を言ったってお金を稼いでこなければ優しくなんかできません。そこを僕はちゃんと理解しているから、そういう上辺だけの優しさじゃないです。ちゃんと政治というのは弱者を守るためにお金を稼いでくる人がしっかり稼いできて、だっていつ、僕も含めて皆さんもいつ弱者になるか分かりません。病気をしたり怪我をしたり高齢、その時に自分が安らかに生活できるように政治ってあるんですから。だから僕はその気持ちをずっと忘れていないし、そんなの子供の頃からずっとですよ。しっかりと稼いできて福祉が必要な高齢者、病気の人、怪我の人、そういうところにお金をちゃんと分配していくのが政治の役割ですから、僕はその基本中の基本忘れたこともないし、これからも実行していきますので、ぜひね、時間になりました、泉大津市長選挙
おお、すげえ。ありがとうございます。アビーナ見てるこれからずっと。あ、すごい。ありがとうございます。え、泉大津市の選挙。南で散歩めっちゃいい人ですよ。もっといい街にするのが立花隆。立花隆が市長になったら、南で市政よりも、もっともっと皆さん豊かに、安心に暮らせる泉大津市になりますので、ぜひ、泉大津市民の皆さん、立花隆と書いてください。そして、それ以外の方は、ネットでね、立花隆から社会を守れやったかな。ぜひ、このハッシュタグ、マイナスにマイナスをかける、このハッシュタグを広めていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。NHK をぶっ壊。